昨日ね、モネちゃんの君の名はやつで、まあ録画して、僕も録画したので後でまたじっくり見ますが、また昨日ちょっと流しながら見てて、改めて見たんですけど、改めて見ると確かにこの声はモネちゃんだなってね。もう何回もその後モネちゃんのドラマとか出てる番組をほとんど見てるんで、あのミツハの声がね、ああモネちゃんだなっていう風にわかるようになりましたね。まあそんな君の名はで僕がちょっと思ったことがあるんですけど、まあいろんなインタビューを今見てるんですけどね、またタケル君と共通したことが出てきたなと。佐藤タケル君といえば、まあ宮城からってやってるじゃないですか。あるいは守られなかった者たち。まあタケル君自体がもともとね、ルーツが宮城にあるっていうところもあるので、3.11 の震災に対しての思い入れもね、ある方ですよね。まさに宮城からってそういう意味合いでね、宮城をどう、じゃあ、3.11 以降をどうやって盛り上げていこうかっていう一環、プロジェクトの一環ですし、守らなかった者たちではね、もう完全に 3.11 の震災からの話ですよね。津波があったっていう話。実は、モネちゃんがあの主演してる、やってる、まあまあこの君の名はですよ。君の名も実は、隕石が降ってくるじゃないですか。隕石が降ってくるの、あれ 3.11 をイメージしてるって言ってるんですよ、新海監督が。これね、前のやつですよ、相当前のやつなんですけど、新海監督は、どう見ているの？この映画を通して何を訴えたかったのか。2011年の東日本大震災で新海監督の心の在り方が変わった。その影響を生まれた作品だったことを改めて明らかにしたっていう話があるんですよ。そういうことかって僕は思いましたけどね。まあ隕石が降ってくるんだなぐらいにしか思ってなかったんですけど、あれ 3.11 なんだっていうね。それに対してもう新海監督が言ってるところですね。でもやっぱり大震災が起きた2011年が大きなきっかけだった気がしますと。これ君の名はでハッピーエンドにした意味ですね。2011年以前僕たちはなんとなく日本社会はこのまま続いていくと思っていました。もちろん人口が減って経済成長も縮小していくなど少しずつ社会が衰退していく予感はあったと思います。でもさほど起伏のない変わらない日常がこの先ずっと続くんだという感覚がありました。まあでもおっしゃる通りだと思います。僕もそうですよね。そういう世界で生きるためには変わらない日常から意味を引き出すことが必要でした。コンビニでもいいし遅れてしまう電車でもいい、些細なところから生きていくために必要な慈しみや豊かな意味を引き出していくことが重要だったように思います。これはアニメの物語を書く上でってことですね。でも2011年以降その前提が崩れてしまったように思うと。街はいつまでも街のままではない、いつかはなくなってしまう。劇中で滝が入社面接で言った東京だっていつか消えてしまうかわからないというセリフの通りです。そういう感覚の中で僕たちは生きているようになった。そこで描く物語は今回のように決して諦めずに走っていき、最後に生を獲得する物語にしなければいけない気がしたんです。やっぱり2011年以降とはみんなが求めるものが変わってきたような気がしますと。ちなみにこの企画が始まったのは東日本大震災の前ですか、後ですかと。後ですと。東宝の最初に企画書を出したのが2014年の7月です。6月ぐらいに2週間ぐらいで書き上げましたと。2週間ぐらいでこれ書き上げたんだ、この企画すごいですね。震災のことは最初から念頭にあったのか。この企画書の中でずっと周期性の震災をもたらすものとして彗星を出しています。そして地震も周期性の強い現象です。2011年以降日本人の多くは僕らは周期的に揺れる地面の上に住んでいるということを思い出したはずです。本作は震災をモチーフにした映画を作ろうという考えではありませんでしたが、2011年以降に発想した物語として人が住んでいる場所が周期的に何かをもたらしてしまうものを物語に入れ込もうとしたのは自然な成り行きだったと思います。まあ確かにこの新海監督が言ってるように、まあいろんな意味でね、アプローチをしていったんだと思うんですよ。もう、タケル君の主演した守らなかった者たちに関しても、まあ、震災っていうものに関しての向き合い方は、君の名とは全く違うと思うんですよね。君の名っていうのはまあいつか消えて、この新海監督が言ってるように、いつ起こりうるかもしれない。滝くんが東京にいるんだけど、三葉の町のように、田舎町のように、彗星によって消えてしまう瞬間、そういうことが東京にあるかもしれないよと。いつか
もう全く何にもなくなるかもしれない中の、もうわかんない。ここから僕の解釈ですけど、なんていうんですかね、難しいですよね。その、自分の思いの中では変わらないものが、普遍的なものはあるけど、実際にあるものはいつかなくなってしまうかもしれないっていうものもあるじゃないですか。まさに僕も、そんな感じだったんですよね。3.11 って、2011年3.11 なんですけど、田舎なんてずっとあるもんだと思ってて、僕の実家なんてもうずっと残ってるものだと思ってて、なんかあったら帰りゃいいやっていう気持ちもあったし、ね、年に一回とは言わず、数年に一回帰ると、まあ、童心に戻れるよねとか、いつまでも残ってる変わらない景色ってあそこにはあるよねぐらいに思ってたんですよ。それが一夜にしてなくなったって、ちょっと僕は現実としてそれを受け入れるまでに少しちょっと時間かかりましたね。実際に自分のね、震災の1ヶ月後に、行ってみたんですけど、まあ、ここが僕がいた街だったっていう実感が全くなかったっすね。じゃあそこから十何年も経ってるじゃないですか。10年以上経ったじゃないですか。じゃあ僕の田舎っていうか僕が過ごしたふるさとって、頭の中にあるわけですよ。でもまあ行くじゃないですか。行ったところで、電車も走ってなくて、行くってなると、まあ、車で行くしかないんですが、だから駅すらないので、面影が全くないんで、まあ、未だに実感ないんですよね。ここが自分の街だったっていうことが全く思えない場所になってて、じゃあ結局どこにその街が、僕の生まれ育った街があるのか、ふるさとがあるのかっていうと、頭の中にしかないんですよ、もう。だからまあ、この新海監督が言ってる意味合いはものすごくわかりますよね。いつか消えてしまうものの中で生きてるっていうね。深いなと思いました。まあ、そういう意味ではそういう題材を取り扱った作品に出てるってことで、たけるくんもモネちゃんも、共通してるってことだなと思います。